宇宙船サジタリウス、宇宙船、サジタリウス、宇宙船サジタリウスは、1986年1月10日から1987年10月3日まで、テレビ朝日系列で、毎週金曜19時30分20時、j s t に全7 7話が放送された、日本アニメーション制作の日本の、オリジナル SF アニメである。藤倉伝戦、現、 富士倉住友電気工業、住友電工名義の一社提供番組だった。また、提供クレジットされていないが、NEC も番組内で CM を放送していた。零細企業で、宇宙貨物輸送船のパイロットとして働く平井ウナ中年サラリーマンたちが、様々な星で騒動に巻き込まれるストーリーを、複数話完結のオムニバス形式で描いた作品。 登場人物はすべて獣人のようなキャラクターデザインである。イタリアの物理学者、アンドレア・ロモリ、アンドリア・ロマリーが描いた、アルトゥリモンディ、アルトリモンジという SF 回帰冒険絵本を原作としているが、原作から借りているのはメインキャラクターや一部の設定のモチーフだけであり、ほぼ日本アニメーションオリジナルの作品である。同社の企画担当スタッフであった。 佐藤昌司がイタリア旅行中に古本詞でアルトリモンディの原作本を見かけたことがアニメ化のきっかけとなったという。1982年の段階でパイロットフィルムが完成しており、当時のアニメ雑誌にも新番組予定として紹介されていたが、実際に放送が始まるまでにはそれから4年近い歳月を必要とした。 ドラえもんの次の放送枠にあたる金曜19時台後半での放送にもかかわらず、獣人的なキャラデザインとは、裏腹な、平井イサでつましい生活習に満ちた中年サラリーマンたちが、家族や生活などの様々なしがらみの中で時には、命を張って冒険に赴くといった低学年層にとっては難解なストーリーも展開された。この他、 絶滅危惧種に関する問題や環境問題、アメリカ・ソ連との冷戦、あるいはベルリンの壁など当時の事実をパロディ化してテーマに織り込むという社会派アニメとしての一面もあった。放送開始当初はそれほど注目されておらず、ニクール程度の予定でスタートしたが、後に最高視聴率が19%を超え、最終的に1年9ヶ月近くもの間放送されることになった。 当初は1987年10月以降も放送が続く予定で、竹川幸秀作曲による新主題歌が使用される予定であったが、同年秋の改編にて、パオパオチャンネルとニュースシャトルの放送開始が定めしたのに伴い、放送枠が消滅したため、実現には至らなかった。放送終了が決定した後になって、石原雄二郎死去の特番、 1987年7月17日放送で放送が一周飛んでしまったため最終話77話は76話の翌日である10月3日土曜日19時30分20時に放送された朝日放送では当時その時間帯はドラマ部長刑事の放送枠であり差し替えができなかったことからやむを得ず全国で最も早く 当日の17時55分から18時25分に放送された詳細は部長刑事の項目を参照。また当時はテレビ朝日系列と日本テレビ系列のクロスネット局だったテレビ新州も当時土曜19時台にて日本テレビ系列の番組を同時ネットしていた関係で最終話の見送れネットとなった第1.2話とそれ以降では オープニングアニメーションの一部が異なる。トッピー・トラナは、宇宙輸送の零細企業、宇宙便利社のサラリーマンで、中古貨物宇宙船サジタリウス号のパイロット。月面基地のトイレ修理の仕事を終え、人がつぶりで地球に戻ると、社長から次の仕事を言い渡された。依頼主は、宇宙考古学研究所の研究員のジラフ。危険なベガ大賛成に、調査のために単身で旅立った。 研究所の先輩で、恋人の暗鏡上で戻してほしいという内容だ。トッピーとラナは、家族との再会もつかの間、休む暇もなく、ジラフと共に、サジタリウス号で一路ベガ大賛成に向かう。ベガ大賛成では、不思議な星人にして、銀遊詩人のシビップを仲間に加え、スリルと笑いと涙に満ち溢れた、冒険記が始まる。本作品のキャラクターデザインは、かなり独特で、 地球人であっても、現実の地球人とはかなりかけ離れた、擬人化された動物にも似たものになっている。これについては我々ホモサピエンスが、未来環境汚染により、獣人のような防護スーツをまとっていて、便所掃除の仕事は、移住先の惑星探しかもという横田監督による冗談話が、当時のアニメ雑誌に掲載された。劇中やエピソードの合間に数ヶ月単位で時間が、 経過することがあり、年齢は一定しない。新緑色で、円柱型をした垂直離着陸、ロケットタイプの古等品クラスの旧式貨物宇宙船、トッピー・トラナがクルーを務める。鮮明のサジタリウスとは、伊手座のことで、銅線には弓矢をモチーフとしたシンボルマークが付けられている。もともとは宇宙便利者が中古で購入したが、宇宙便利者が倒産後は、 宇宙コスモサービス社の資産となり、宇宙コスモサービス社へ再就職して、その後退職したトッピー・トラナに対し、退職金代わりに現物で譲渡された。サジタリウス号を元手にトッピーは新宇宙便利社を起業することになる。船体は全部の居住部と後部の貨物、推進部で構成されている。大気圏内での航行や高速巡航時には一体となっているが、 通常航行時は両区間の通路部を新調して分離可能な構造になっている。通常航行時にはこの新調した通路部を囲むような形で予備燃料タンクを装着することも可能。高速巡航時にはメインエンジン噴射口に通常時は折りたたまれて収納されているパラボラアンテナ上大型ノズルが展開され通常は居住部から張り出して 有志会高校が可能になっている、コクピット部を内部に引き込み収納する運用も可能である。居住部は切り離し可能で、団体で大気圏内での航行能力を持ち、宇宙港などの施設がない星へ着陸するための着陸船として運用可能だが、それが描写されたのは第2話でベガ第三世に着陸した時ので、囲碁劇中で描かれることはなかった ED では、 居住部のみで、水上戦のように会場を、航海している。居住部内部には、コクピット下部に3機の船外作業用ポット、格納庫及びポット用、ハッチ3機、カズトノリコ型飛行機、ジュニアが格納されるハンガーと、ハッチが存在する。ポットは終盤に至るまで、船外作業の新島に登場するが、飛行機は、第2話で、トッピーが登場中に墜落して、以降、 登場しない。大気圏突入時に船内を冷却する機構がなく、指令、X と称して、クルーが着衣を脱いで、突入時に発生する高熱をしのぐというシーンが何回か登場した。また故障も多く、操縦レバーが折れたり、燃料漏れを起こすといったトラブルは当たり前で、メインエンジンが故障して、操縦不能になり、これで事件に巻き込まれるという展開は例にことか,かない。 なお旧式でこそあるが、船体そのものは相当頑丈で、不死にや、胴体着陸をしようが、現地の軍隊に攻撃されようが、応急修理で済む程度の損傷しか受けていない。各編の名称は、宇宙船、サジタリウス DVD ボックスのブックレットに表記されている、ファンサイト由来のものである。第1話第13話の、全13話。 月面基地でのトイレの修理を終えたトッピーとラナは、久しぶりに地球へ帰還するが、家族との再会に浸る間もなく、宇宙便利社社長から呼び出される。依頼者は、宇宙考古学研究所の研究員ジラフ。彼の先輩である、アン教授が、ムル大陸の謎を覆うため危険を顧みず未開の惑星ベガ第三世へ、単身旅立つのを連れ戻してほしいという。困惑するトッピーと、 やナダが、しぶしぶべが大賛成へ飛び立った。惑星到着後、アン教授に追いつくもサジタリウス号の不調により、見失ってしまう。三人は、近くの村へ向かうが、そこで、翻訳機の不調により村の礼儀に反することを、してしまったため三人は捕まり、死刑に処されることに、あわや殺されるところを救ったのは、銀遊詩人シビップの歌だった。シビップを仲間に加え、 一行の暗教授を探すベガ大賛成の旅が始まった。第十四話から第十九話の全六話、ベガ大賛成から地球への帰還の途中、サジタリウス号が故障し、冥王星に緊急着陸。学会の発表で地球へ急ぐ暗教授、ジラフと別れる。一方サジタリウス号の修理費用が払えず困っていたトッピーたち。そこに、 妙な二人の異星人が現れ修理費用を全額支払ってくれる。代償に彼らから仕事の依頼を受けたトッピーたちはマグロック星へ向かう。途中、突然攻撃を受けるが何とか到着。マグロック星国王の話によれば、隣星カレムスの国王、シガトと将軍タルトに立られた軍によって大飢饉が起こり、戦争になって壊滅的な打撃を受けてしまったという。 そこで、滅亡を回避するために、惑星、ベンセレムにある、最終兵器スイードを取ってきて欲しいと依頼される。はじめは、拒否をしたトッピーたちであったが、王女パルバラビメによって心動かされ、姫を乗せ惑星、ベンセレムへ向けて飛び立った。その途中学術調査でベンセレムへ向かっていた、アン教授、ジラフと合流。一行はタルト率いる、カレムス軍を交わしながら、スイードを探す。 第20話第26話の全7話。惑星、ベンセレムから地球へ帰還した一行は、それぞれの家路に着く。リブとの対面を果たすトッピー、ラザニアに下鼓を打つラナ。だが、彼らはもはや失業者だった。困り果てたトッピーは、サジタリウス号で新会社、新宇宙弁理者を旗揚げする。研究所を解雇されたジラフも参加するが、ラナは、奈良の言いつけにより、 工場の組み立て労働をすることに。しかし、7の子供たちによって自分がしたいことに気づかされ、新会社へ参加を決意する。会社設立の日、怪しげな依頼人、ザザー帽の少女ルルが訪れた。ルルは、トイレ修理の依頼だと言って、トッピーたちと契約するが、実は、ザザー帽は、アマルログ制に侵略されつつあり、アマルログ軍に、集団連行された同胞たちを救出するための、 スケットを探しに来ていたのだった。第27話から第32話、ジラフが大学時代の恩師で生物学者のトンシー博士から引き受けた仕事はコンテナを惑星、クレーラに運ぶだけで大金がもらえるといううまい話だった。しかし、オンボロ宇宙船サジタリウス号は大気圏離脱時に大きな衝撃を受けコンテナを破損してしまう。一行が コンテナの様子を調べに行くと、子犬ほどの大きさの謎の動物が船内を動き回ってた。まもなく、サジタリウス号は宇宙パトロールの臨検を受ける。彼らは火星の研究所から盗まれた珍獣、ダイムの卵を探しているという。コンテナの中身は、実はダイムの卵で、コンテナ破損により孵化してしまったのである。トッピーたちは逮捕され宇宙パトロールステーションに、 交流される。だがステーションをフランケンと呼ばれる怪物を連れた謎の老婆ベリアルが襲撃。混乱の中、崩壊するステーションからダイムと共に脱出したサジタリウス号。しかしベリアルも船内に乗り込んでおり、一行を脅し惑星、クレーラへと向かわせる。第33話第36話、寒風吹きし部高交とした返境のせいでルタ星にやってきた一行。 この星でかつてテラン文明を築いたと言われるオルロック人の遺跡を発掘作業中のイストリックス教授と女子を地球に連れて帰る仕事をアン教授に紹介されてきたのだった。しかしイストリックス教授はオルロック人の石像の発見によりもう少し出てラン文明の謎を解明できと地球への帰還を拒否する困惑するトッピーたちだったが 無人の惑星で2年間一人で助手を務めた娘、アミンサの落胆を知った教授は、地球への帰還を承諾する。しかしその夜、岩の間を吹き抜ける風が、オルガンのような音色を奏でる中、オルロック人の石像が突如動き出し、イストリックス教授と共に姿を消す。教授を探して、地下遺跡に踏み込んだトッピーたちは、太古に絶滅したはずのオルロック人と、彼らを管理する何者かが潜む。 異空間へと迷い込んでしまう。第37話から第39話。大学の研究室でジラフと一緒だったモラー博士は、故郷の不毛な性野論性のために、植物の成長を促進する物質、物体、Z を開発する。しかし物体、Z は、火と反応すると、核反応を起こし、植物を突然変異させ、動物を三日後に死に至らしめる死の灰を、 撒き散らすという欠点があった。そんな危険な物体 Z をジラフは間違って捨ててしまい、その上物体 Z は他のゴミと共にアロン製の焼却工場へと運ばれてしまう。くしくもその工場の持ち主は旧宇宙便利社の社長であった。そして物体 Z を狙う悪党ケミカル一味もまたアロン製へと向かう。しかしあと一歩のところで間に合わず、 物体 Z はトッピーたちの眼前で大爆発を起こしてしまう。第40話第43話宇宙最高の宝が隠されているという伝説が残るブリル星。その付近を航行していたサジタリウス号はルアー星の時計団に海賊と間違われ襲撃を受け打破されてしまう。そこで考古学シンポジウムに参加するためルアー星を訪れていたアン教授と偶然再会。 アン教授により、海賊の権威は晴れる。解放された、サジタリウス号のクルーは、ウラン鉱山のマルク社長に呼ばれ、海賊退治の仕事を莫大な報酬で依頼されるが、トッピーは危険すぎると断る。しかし、アン教授とシンポジウムに同行していた、教授の幼なじみルピアトンの中を誤解し嫉妬したジラフは、アン教授へ報酬で高価なプレゼントを買って良いところを見せようと考え、 ラナと二人で海賊退治に出発してしまう。しかし、海賊の正体はマルクだった。マルクは輸送船を遅い一度撃ったウランを奪い返して二度売り三度売りをし、打破した乗組員をブリル星の財宝発掘のために酷使していたのだった。マルクから持ちかけられた海賊退治の狂言をジラフが拒否したため、サジタリウス号はマルクに攻撃されブリル星に不時帰してしまう。 TBS 系列局で放送されていたテレビアニメ、ミームいろいろ夢の旅に参加していたスタッフの多くが、そのままスライドする形で本作品にも参加している。インは、ジーサネット、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。